江ノ島とは、小田急電鉄が、新宿駅、片瀬江ノ島駅間を、小田原線、江ノ島線経由で運行する特別急行列車の愛称。本校では、東京地下鉄線内に乗り入れる、メトロ江ノ島についても述べる。2021年3月13日現在のダイヤの状況を記載する。江ノ島、鎌倉方面への観光需要により、 休日の運行本数は、平日に比べて大幅に増加する。江ノ島号新宿駅から新ゆりが丘駅、相模大野駅や的駅藤沢駅、片瀬江ノ島駅メトロ、江ノ島号北千住駅大手町駅、霞ヶ関駅表参道駅、成城学園前駅相模大野駅藤沢駅、片瀬江ノ島駅原用車両 7000KLSE にて運行される、江ノ島3万 K エグゼ。 江ノ島過去の車両1929年に江ノ島線が全通し、急行列車が下記を中心に運行された。この時期の江ノ島線は、普通列車のガラスまで割れる、列車のトイレに0人乗っていたほどの混雑を呈したと言われる。しかし、座席指定席制を採用した列車運行の事実がないとされており、直接的なものとしては、戦後に運行を再開した際に運行された。 海水浴輸送の臨時特急列車及びそれに類する列車群からである。ありがとうございます。